こんにちは、こんにちはです。はい、来ました、来ました、来ました。はい、来ました、来ました。流れが来ました。うっせぇわの流れ来ました。こんにちは、こんちゃんでございます。うっせぇわがですね、なんやねん、このテンション。はい。まず最初にですね、まあ、おそらく最初、わかんないですけど、おそらく最初、はい。カジーニーの、堀江さんがあげました。堀江さんが、はい、うっせぇわを忍ぶ絵でね、あげて、あげていただきまして、で、まあ、こんな感じですよ。五本上司と、五本上司と六本上司使いますね。まあ、虚創新刊とか、六本上司の方は秀勝刊とか使っていきましょうかね。はい。で、っていうね、感じで、すごい感じで堀さんが出されて、で、今日ね、今動画でですね、堀江さん、堀江さん出されたんやって思ったんですよ。ふーんって。って思ったら、はい。思ったらですよ、はい。レイナさん。レイナさんが、レイナさんが、レイナさんが、出しちゃってたね。出しちゃってた。うっせぇわ。うっせぇわね。はい。レイナさん、出してました。素晴らしい。これは素晴らしいですね。和書きが来てますね。で、楽譜付きなんで、もしおことされてる方はね、この番組見てないと思うんですけど、まあ知り合いがおことをね、今から忍ぶ絵なんで、知り合いがおことをしてるって方は、楽譜をね、レイナさんのところから購入して、忍ぶ絵の方の楽譜は、まあ、堀江さんになんとかしてもらって、堀江さんになんとか、なんとかしてもらったり、まあ、あと、うせわ自体楽譜載ってるんで、最初ね、何本上司で何から始まるかっていうのさえ分かれば、ある程度なんとかなると思うので、ちょっと、そのあたりはね、まあ、後で、まあ、ごにょごにょしましょう。ね。もしあれだったら、堀江さんに聞いてください。なんか、ズームとかでもきっとレッスンとかね、受けられるはずなんで、多分、ね。概要欄貼っとくんね。堀江にしてください。で、やってたら、やってたらですよ。もうやってたら、はいはい、はい、もう来ましたね、来ましたね。もうね、そういう話をしてたら、まあ来るよね。うん。まあ来る。ね。我らが、イサナミュージックチャンネル。はい、クンプノートさん。ね。もう、早い。もうすごいスタッサポが流れてる。はい。うっせぇわ。35分前に来ました。35分前に、はい。イサナミュージックチャンネル、クープンノートさん。来ましたね。不敬ってことですよ。というわけで、まあ、かなり難易度は高いんですけど、五本上司、忍ぶ絵だと五本上司と、六本上司。ね、六本上司ね。六本上司を、ご用意ください。ご用意ください。で、一番って言っていいんか、一番が6本、二番が、違う、一番が5本、二番が5本、で、三番が、これ訂正しとこう。三番が6本上司使いますね。はい。最初5本と来て、最後ね、転調するんで、6本上司を使うという感じですね。はい。じゃあ行きます。で、今日はですね、まあ、譜面がね、ないとね。まあ、一番も吹けないということで、うっせぇわの5本上司持ってる方とか、まあ、8本上司同じようにね、吹いてくらってもいいんですけど、なんとか忍ぶ絵で5本上司あって、まあ、転調したらね、8本とかでもいけるんで、とりあえず、吹き方をですね、堀江兄、皆さん、堀江さんの動画見てくださいね。堀江兄の動画を見ながら吹きます。ちなみに僕さっきね、レイナさんが、のおことをですね、ダーンって置いて、レイナさんのおことを聞きながらね、堀江兄のね、譜面を見ながらね、吹いてました。はい。まあ、あとはよくわからないところはね、堀江さんにね、ぶん投げるとして、じゃあ、堀江兄のうっせぇを聞きながらちょっとね、解説していきたいと思います。はい。じゃあ、いきますね。最初は、1、オツですね。オツってか、両ですね。1、2、2、2、1、2です。で、はい、ですね。
で、そこが、歌詞言った方がいいかな。最初が、正しさとはっていうのが、で、次が、どれる。愚かなことはみたいな感じが、1、2、2、3、4です。はい、じゃあそこまで行きましょう。はい、こうなりますね。最初。正しさとは、愚かなことはっていうのが、ってなります。で、次が、連打。444456で、間の2221、間の1シャープ、間の1シャープ2って感じですね。はい。って感じですね。はい。じゃあ最初からちょっとね、吹いてみます。このね、1行目。はい、いきます。はい。今ここでね、ホリさんの動画が見えてます。今こんなんしてます。こんなんしてます。こんなんして、こう、ちょっとこうね、髪がね、髪がめんどくさいんですかね、髪がめんどくさい、こんなことだって。じゃあ次ましてね、2行目。ちっちゃな頃から優等生とか始まるんですけど、6、6、5、6、5、6、5、6、7フラット、6、で、1、2、2、1、2、1、2、1、2、1、2。で、6、6、5、6、5、6、5、6、シフラ、シフラっていうか、7フラット、6、3、4、3、4、3、4、3、4、2、6、5、4、6、6、6、7フラット、6、5、6、6、6、7フラット、6、5、6、5、6、5、6、7フラット、間の1、7フラット、6、5、6、4、3、4、4、3、4、2、6、5、4、6、2。はい。ここまでが、まあ一応、2行目、3行目と、まあサビに入る、サビじゃないね。その、なんやろ。まあ最初の方のまとめですね。はい。こんな感じですね。じゃあ流していこう。はい。まず最初。です。はい。6、6、5、6、5、6、5。はい。6、6、5、6、5、6、5、6、7。フラット6。で、次。1、2、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい。じゃあ、二ついきますね。はい。で、次行きましょう。はい。6、6、5、6、5、6、5、6、7フラット、6。で、次。はい。3、4、3、4、3、4、3、4、2。はい。で、6、5、4。まあ、みたいな感じですね。はい。で、ここが、6、6、7フラット、6、5、6、6、7フラット、6、5、6、5、6、5、6、7フラット、間の1、7フラット、6、5、6、で、4、3、4、4、3、4、2、6、5、4、6、2ですね。はい。じゃあ、2キロ、2、からいきますね。はい。3、4、3、4、3、4、3からいきますね。あ、もう最初から言った方がいいかな。じゃあ、最初からっていうか、最初はいいね。ってきて、てん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 で、
ていうね、感じですね。じゃあここちょっと聞きながらね、一緒に吹いていきますね。ダン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 、今めっちゃ聞こえてます。で、ここか。最新の流行は当然の把握からいきますね。1のシャープで連打。1111。2のシャープで、2でそのまま連打。222。はい。1111222555444321122211222151555446542。はい。で、次からサビに行くみたいな感じでね。じゃあ行きましょうね。これどこ打ってますかね？ちょっと見ましょう。ね、一打ちね。あ。スタッカーといきますね。うん。変な音しましたね、今ね。で、こっから、うってきて、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ、てれれれれれれれ、てんてんてんっていくところなんですけど、ここが6で、6で、2がオクターバーがあります。両の2巻の2みたいな。2で巻の2、2で巻の2、2で巻の2、2、巻の2、巻の1、巻の2、巻の3、巻の4、巻の3、巻の2、巻の1、両の6、巻の1のシャープ、2、両の2巻の2、両の2巻の2、両の2巻の2、両の2、両の5、4、5、6フラット、5、4、2、4、2、巻の2、1、2、6のフラット、5、4、2、4、2、2、2、4、5、6、で、巻の2、4、3、2、2、で、巻の1、6の、フラット、5、4、両の2、巻の2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 、1、2、3、4、3、2、1、2、1、2、1、1、1、2というので1番が終わりですね。はい。で、ちょっとね、ちょっと吹いてみましょうかね。打って、打って、打って、わかりましたね。できて、うーってきます。うーって、かんの、りょうのれ。じゃあ行きましょうね。みたいな、まあ雰囲気ですね。はい。まあ譜面はですね、譜面はおそらく最初の部分がっていう五本上詞で言うとだから譜面の最初がちょっとね、ちょっと僕が見ますね。最初、ラー始まりですね。五本上詞の位置だから、ラー始まりの、
ラ始まりの、だから最初がドル、ラシシ、ラシシシ、ラシ。っていうね。ラシシ、ラシって、調が合うように、調が合うように、すれば、おそらく、吹きやすいと思います。なんか、いいサイトないかな。ドレミ。うっせぇわ。最初が、ラシシで始まってる方がいいな。ね。そんなん調べときよ、みたいな。そんなん調べときよ、みたいな感じですね。これちょっと違うな。はい。まあ、これちょっと違うな。踏みがちょっと違うな。まあまあ、っていうところで、っていうところで、いいと思います。いいと思います。原曲キーって最初が、なんか始まってんな。最初 C から始まるのか、原曲キーは。原曲キーが最初 C から始まるんですか、これ。C から始まる、これがラ。C。C から始まる。C から始まる。C 始まり。これがシフラ。これシフラ。これシフラ。C。これ5本。C。これラ。C。7本上 C？ がいいんですか？はい。まあ、ちょっと原曲のことがちょっとよくわからないので。まあ、とりあえず、堀江さんの動画と合うのはこれです。んで、まあ、もしあれだったら、その琴とかのピッチに合わせるんだったら、それで変えてみてください。まあ、笛を変えればね。笛を変えればいいので。指は何でも覚える。こう、ってね、覚えればいいので、そしたらあとは、キーが違ったら、笛を変えればいいだけなのね。自分は変えなくていいです。自分は変えなくていい。まあ、五本上司を使えば、堀江さんと同じに、風には練習できます。はい。というところで、いけそうですか？何がいけそうか分からんすかね。まあ多分、いけそうやと思います。はい。ちょっとじゃあ、一回通しましょうね。1,2,2、最初からね。1,2,2,2,1,2,1,2,2,2,3,4,4,4,4,4,5,6。間の2,2,2,2。1シャープ、1シャープ、間の2と。はい。で、次。6、6、5、6。全部これ、量ですね。6、6、5、6、5、6、5、6。7のフラット。6。1、2、2、1、2、1、2、1、2、1、2。6、6、5、6、5、6、5、6、7のフラット、6。3、4、3、4、3、4、3、4、3、2、6、5、4。6、6、6、7フラット6、5、6、6、6、7フラット6、5、6、5、6、5、6、7フラット、間の1、7フラット6、5、6、4、3、4、3、4、3、4、ごめんなさい、4、3、4、4、3、4、2、6、5、4、6、2、1、2、3、4、3、1のシャープ3つ、222、
1のシャープ3つ、2555444334、1のシャープ3つ、222、1のシャープ3つ、21555444654626、両に間に両に間に両に間に両に両に間に1234321、両の6、間の1のシャープ、間の2、両に間に両に間に両に間に両に、両の5、両の4、両の5、6の、両の6のフラット、54242、間の212、6のフラット、54242、22456、間の2、間の4、間の3、間の2、間の2、6のフラット、54、両に、間に、両に、間に、両に、間、両に、間に、両に、間に、両に、間に、両に、間の2、1、2、3、4、3、2、1、2、1、2、1、1、1、2と。はい。という感じですね。はい。僕喉内使ってるうーっていうのと一緒に吹いてるから感じでございます。で、まあ、今日のはですね、オリエ兄貴に協力してもらって、あの、譜面とか協力していただいて、っていう、まあ、コラボ配信。皆さんに、今、まあ、うっせぇわが流行ってるんですよね。うっせぇわが流行ってるんで、まあ、まあ、譜面はなんとかなると思うんですよ。本当に、堀江に、と合わしたかった、これで。まあ、他のこととか、他多分いろんな、ま、皆さんそのキーのアレンジとかもあると思うんで、うん。ま、いろいろあると思うんで、ちょ、よくわかんないですけど、まあ、この一応言う運指で、通して吹けるので、で、最後、3番で転調させて、3番がになると、こんな感じになりますね。来るので、まあまあちょっと一つ高くなるね、はい、っていう感じです。はい、ではまあ今日はね、まあそんな感じで、まあ、とりあえずうっせぇわにまあ興味を持たれた方はですね、しのぶえのことは堀江さんに聞いてください。はい、おことはれいなさんに聞いてください。尺八はくじらおか先生に聞いてください。パーン投げてる。いや、まあなんかでもすごいって言われると思うんですよ。うっせぇわをとにかくその和楽器、例えば今だったら、琴と尺八、忍と尺八でも、違う？忍と琴、
ことと尺八でもできるっていうのが、まあ、皆さんそのプロの方がいろいろやってくれて分かったんで、まあ僕はそのきっかけになればなと、きっかけになればなと、まあちょっと分かりにくかったですよ。本当は譜面をバーンって、譜面をバーンってしたいところなんですけど、譜面を多分バーンってするのは、堀江さんがね譜面をバーンってして、うせは最初から最後まで忍べて吹いてみましたみたいな講座はもう堀江さんがパーン出してくると思うんで、まあ、そこは、ま、堀江さんに、お任せしまして、まあ、私の方ができることは、まあ、興味を持っていただく。もうそのきっかけ作り、最初、だから、って言うんで、感じで、ストレス解消していただければなという感じで撮りました。以上昨日グダグダでしたよね。でそれが一応ね練習したんですよ。1日こんなもんです人間の1日こんなもんかな。まあ、1時間ぐらいねやってたんですけどね。はいはいはい。ということでまあ、またこのホムラーは6寸間でね、これはまあちょっとゆっくりやりましょう、やりましょう。っていうかもうやってるでしょ、誰かが乗り遅れてる。いや家に6寸間があんまりなかったんで、はい。ね。まあ、グダグダ。今日グダグダやってますね。はい。じゃあ、ありがとうございました。またね。ありがとうございました。